10兆円まで私が責任を持ってやりますので、ご安心ください、ね。日本電産の原点はね、ここにありますよということをご案内するためにですね、この受付のところにすごい置いてある。でお金もない、ね、それから、ね、知名度も分からない、それから機会もない、ね、もうない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 づくしはね、まあ、あるのはもうそれこそ日本電産精神しかないわけね。だからどんな場合でもね、困ったことがあったらね、三大精神ね、ああすぐやる、必ずやる、できるまでやる、できるまでやるは絶対失敗ってないんだから、できるまでやるんだから。今言ったらブラック企業と言われるんちゃうか。よそが8時間しか働かないところ、うちが倍近く働かないとね、やっぱこう競争に勝てないよね。これ何かこうね、私どもね、ちょっと行き詰まるなとありますね。行き詰まるなと来た時にはここに来てね、ああこういうのを見ればね、この昔44年前のこともね、思い出して、それでこういろいろ壁乗り越えていこうと。東京のある下宿に私が下宿したわけだ、ね、そしたらそこにたまたま長森会長がおられて、それで挨拶行ったら、お前どこの学校だと言うから、いや職業訓練大学何かだ、電気です、何やと、お前わしの後輩やないか、今日からわしの子分にしたらというのがスタートですわ。一生懸命働くと、まあ、ハードワークと、朝は全部で来て朝の掃除をして、それから調理をして釈迦を歌ってというね、それが日本電産の姿ですが、最近はもうガラッと変わってて、もう在宅勤務もよし、ね、実際出勤、ね、要するにその生産性が2倍になる、方法があればそれは全部受け入れると、生産性を2倍にすると、その結果として残業はゼロになると。